1ゲストレッスン。皆さんこんにちは、高橋としみです。そして今回も西山ゆかりプロに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日私たちは太平洋クラブ御殿場コースの練習場に来ております。はい、前回はですね、はい、師匠の教えをいろいろ聞いたんですけども、はい、今回はですね、はい、アイアンについてちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まず、はい、いきなり、はい、一球お願いします。わかりました。すみません。おお、もう一球いきます。おー、ナイスショー。ありがとうございます。綺麗、高い。ありがとうございます。何番アイアンですか？今の7番アイアンです。普段7番アイアンってどのぐらいの飛距離なんですか？はい、大体冬ですとキャリーで140いくかいかないかぐらいかもしれないですね。夏ぐらいになると150、はい、あ、10も違うんですか？10ぐらい変わってくると思いますね。すごい。はい、ということでアイアン打っていただいたんですけども、はい、ちょっと来てるプロ皆さんにお伺いしてるんですけど、はい、アイアンとドライバーのスイングは、はい、西山プロは一緒ですか、はい、違いますか？一緒です。あ、一緒派なんですね。本当は違うかもしれないです、はい、ただ不器用なんで、はい、もう一緒で持ってしまってます。あ、今ドライバーとアイアンのスイングが一緒っていう風におっしゃってたんですけど、はい、実際私のイメージでは、はい、アイアンはちょっと打ち込む、はい、でドライバーをティーアップしてる分ちょっとアッパーって、私のイメージではちょっと違う気がするんですけど、はい、そうですね、はい、イメージの世界になってしまうんですけれども、うん、はいはい、やっぱりドライバーもアイアンも、はい、球に対して、はい、あんまりこうもこうもしたくないと言いますか、上からも下からも、はいはい、まあ、できれば横からしっかりと入れていきたいなっていう。アイアンに関しましては、うん、まあ、状況によっては上から入れることもあるんですけれども、うん、まあ、でも下からはあんまりやっぱないですね、ですね、はい、基本的なイメージは横から、はい、フェースをボールに横から入れる時のこのスイングで意識されてるスイングっていうのはどういうのかありますかね？しっかりここを回転していくっていうことが私の中では、うん、テーマとしてありますね。前回の動画ではここブロックしちゃう、はい、そうなんですよ。じゃあそういう時はそのアイアンもあんまりよ、アイアンはすごかったですよ、はい、もうラン、はい、キャリーしてからランが20ぐらい出てたので、うん、アイアンでですか？はい、はい、もう今週のグリーン硬いですねとかって言いながら試合で転がらないよくみたいな、ランの計算がしなきゃいけなかったので、はいはいはい、すいません遅くってプレーがそうだったんですね本当にひどかったですね、はい、そうなんです、はい、そんなプロもそんな時があるんですね。はい、ありました。本当にひどかったですでちょっとその腰の回転をちょっとカメラで撮ってお願いしてもいいですか？はいはい、そうですね、まずしっかりと、うん、アトレスでこう、うん、地面を感じて、はい、腰を回転する準備をまず整えるっていう、うん、アドレスをしっかり取った後にですね、うん、バックスイング上げます、うん、バックスイング上げるときは右側のこう内側にテンションを感じてるんですけれども、うん、はい、そのテンションを今度はこうちょっと踏みながらもこっち側で回転していく、入れ替えみたいな感じですかね。あ、完全にパッていってしまうとですね、うん、軸がこうずれてしまうので、はいはい、こうなんかこう徐々にこう回転していくって言いますか、はい、なんかこう、うん、上げたものを一気に回転って言うとこう、うんうん、外れてしまったりするので、うんうんうん、こうスピードはもちろん出すのが理想なんですけれども、はい、うん、そのこうムチみたいに、うんうん、こうクラブをムチみたいに使いながらも、うん、連動しながらもしっかりとこうなんていうんですか、このしっかりこの回転を、うん、入れ替えることによってこの回転も綺麗にできる、はい、ここの右のものに入れたのを左に入れ替える、はい、入れ替える、これで回転がスムーズにいくっていう、はい、そうですね、はい、こうイメージをこう作る段階において素振りの時とかでしたら、うん、しっかりちゃんとここ乗っているな、うんうん、で乗ったものをこう
移動しながらこっち側で受け止めながら、うん、回す、上げておいて、うん、上げておいて勝手に回すだけ意識しちゃうと、うん、これはいます、これもいればこっちもいますよね、そうですよねこっちもいれば、そうなんですよ、なんかこう、はい、反発させようとして、はい、こうして止まってしまったりとか、回転させようとして引けてしまったりとか、しっかりと、まあ、この地面もちゃんと踏みながら回転していくっていうこと、うん、これをちゃんと踏めてないと逆にこうなったり、そうですね、踏めてないと、はい、こっちが多いかもしれないですね、こっちですか、はい、じゃあこの腰とこの内側に入れ替えて綺麗に回転をしていくっていう、はいはい、あ、引けることもなく、はい、出すこともないのが一番理想ってことですね、そうですね、実際にじゃあこの下半身の内側を意識して回転をまあ綺麗にするためにどんなあの練習法をされたんですか？はい、あのまずその体作りっていうことでよりスイングがしやすいかなっていうこともあったので、あのまあトレーニングでこうパンチ、はいはい、パンチするときって必ず体入れ替わるじゃないですか。あ、そうですね、はい、引いて押して、引いて押して、はい、っていうのがやっぱり勝手に下半身もできるじゃないですか。あ、はい、なのでそのトレーナーさんとかと一緒にこうパンチを、はい、なんか打ってたんですか。はい、あのミットにパンチしたりとか、はいはいはい、あと、まあ、位置をいろいろ変えることによって前傾、あ、確かにこの動きなんかゴルフっぽいですね。そうですよね、はい、こういう風にやったりこうどんどんすることによってこの入れ替えがより意識、はい、あのしやすくなったのと、はい、あとは基本的にやっぱり脚力がゴルフで大事だと思うので、はい、結構ジャンプ、こんぐらいのジャンプ、あー、ジャンプ、はい、乗って降りてみたいな、あ、そういう回転を強めるトレーニングをやってました、うん、あー、実際じゃあ例えば私たちがこの、はい、あの下半身を意識するために練習場でなんかできる、はい、なんか練習法とかありますかね。やっぱりハーフスイングっていうものが一番こう、うん、はい、より鮮明に分かりますし、はい、ハーフスイングだとやっぱ手が使えないので、そうするとより下半身の動きが明確になるということで、はい、結構ハーフスイングの練習はしましたね。あ、ちょっとじゃあ実際にどのぐらいのハーフスイングなのかちょっといいですか。はい、はい、いきます。おー、コンパクトにしつつ、はい、こう力を逃さないって言いますか、うん、体の中にあるものを逃さないで効率よく伝えられる、はい、うん、練習なので、はい、より効率が上がると思いますね。はい、ということで実際にですね、西山プロにアイアンをいろいろ教わったんですけども、はい、しっかり内側を入れ替えて、はい、腰をしっかり回転する、はい、そのためにちょっとなんかこういうパンチだったりとか、はい、ハーフスイングをいっぱい練習するといいってことですね、はい、ちなみにあの7番で打ってらっしゃったんですけども、はい、アイアンは何番でも大丈夫ですか。そうですね、はい、8番、7番ぐらいで打たれたのがいいかと思います。あんまり男性だと結構長いのも入ってるじゃないですか、はい、それはあんまり、そうですね、やっぱり、はい、捕まらなくなってしまうので、うん、あんまり捕まらない球打っちゃうと、うん、今度逆に捕まえにいっちゃう要素が、はい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 、出てきちゃうと思うので、はい、8番ぐらいで捕まるクラブでしっかりとこう、はい、いい球を打ちながらハーフスイングしていくっていうのがいいと思いますね、うん、はい、ありがとうございます、はい、皆さんもぜひ練習場で試してみてください。次はですね、いよいよ、はい、ドライバーはい、やっていきたいと思いますので、皆さんそちらも楽しみにしててください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てね。